ならば一発もらって、あ、いいね、先に行く、ナイス、任せた、どう、ナイス、いいね。はい、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。庭師を使って遊んでいくぞ特に何もないんだけど最近ちょっと庭師すごいハマってて、俺の中で庭師が来てて、っていうのもこのロケットチェアを寸止めしつつ、ステージのね、こう4分の1、あ、待って、見つかっちゃった。あ、そうなってくるとちょっと話は違うんだよな。そうなってくると話は変わってきちまうんだよな、これ。まあ、4分の1ステージをね、まあ、十字にぶった切って、そのうちの4分の1のどっかのロケットチェアを寸止めしておいて、壊しきっちゃうと、解除にかかる時間長くなっちゃうから、寸止めにしておいて、そこのブロックに鬼が来たら、それを壊しながらチェイスして、まあ、自分抵抗速度がね、上がるスキルつけてるから、ね、しかも自分が壊した場所も完全に把握してるから、鬼にたとえ寝かされたとしても絶対に座らせられないっていう、そういうちょっとスタイリッシュ庭師ちょっとハマっててちょっと仕込みがまだできてないんだよな。でもとりあえず今1個壊して、これどうする、あそこの板ちょっとまだ使ってないから、ちょっとここでなんかふざけてもいいな。あ、はい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 、そろそろ使い時か、これ、ここの板強えんだよな。よいしょ、 OK。 で見た感じ、多分椅子ここ壊したから、あとここだな、ここさえ壊せば多分ステージの奥に行ったらギリギリ抵抗できるんじゃないかっていうぐらいだな。欲を出せばこの向かい側の椅子も壊しておきたい。あの左の今見えた椅子も壊しておきたい。さすがに無理だな、あれはゼロからは無理だな。まだ仕込みが終わってないんだよまあこうやってね、椅子をこれ倒すか、倒して壊そう。でここさえ消し飛ばしたら、庭師は殴られた時に加速、2秒間加速のスキル持ってるから、その加速でもう椅子がないところにピューンっていって逃げて、最悪もう究極のゾンビだよね、もう石以上のゾンビあれ、撒いちゃったか。多分この辺で寝たら多分椅子が、あ、ここは、あ、ないパターンだね。あ、空軍がチェイスしてくれるかな、あれ。まあ、じゃあ変わるか、頼むよ、任した空軍。じゃあこの間にちょっと仕込んどくか。よ、あれ？まあそんな時もあるよな知らんけど知らんけども、まあ、あの棺桶のポジションを倒して、棺桶のあの板を乗り越えたんだろうな、あれ。あそこの板は棺桶だと、あれほど、まあ、あれほど本当に。まあ、ちょっと仕込んどこ、寸止めで。でここさえ壊したら、もうこれ左上に行ったら多分絶対もがけるんじゃない、これ。左、いや左上すぎてもダメだな。一応ちょっと障害物のところに入っといた方がまだ安心できるけど。あ、待って、残り暗号機1個じゃん。これやっちゃうと、これ VC とかでさ、安全地帯の場所を仲間に教えて共有してね、ダメージ食らった仲間からそこに逃げてくって戦法すごい強いんだけど、暗号機ちょっと回すのやっぱ遅くなっちゃうんだよね、この仕込んでる間に。椅子を全部壊しちゃうと、まあ、それこそほんとすごい途方もない時間かかっちゃうんだけど、こんぐらいだったらね、全部全然多分1分もかかってないから、今、あ、てか普通にチェイスしながらやってたから、今ブロック作るだけだったら多分30秒、いや4、いや、まあまあまあ50秒ぐらいかでいけんじゃないかなっていう。あ、いいね、多分あれ完成したな、今。あそこの暗号機が、調光師がサウンドやめてたから。ならば一発もらって、あ、いいね、先に行くよ、ナイス、任せた、どう、ナイス、いいね。空軍今信号銃撃ってたぞ。まあ、ちょっと空軍頑張って逃げてもらって、俺はちょっとこっちの出口、いや、もう空軍さっき恐怖の刺激もらってたからな、まあ、大丈夫。ブじゃなかったあれマジか、信号銃外れちゃってたのかな、あれ。仲直りの加速と信号銃で結構遠くまで行けると。ああでも違うか、信号銃で仲直りの加速が終わっちゃったのかな、今で。ここまで、はい、来ました。まあ、傘のね、ワープでね、もしワンパネ殴られても、いやー、どうだろうな、でも、まあ、もがけてたと思うけどな、でも、どうだろう、いけないかな、なんとも言えなかったけどね。脱出ゲート付近だったらちょっと怪しいね。もうちょっと奥まで行けばね、あれは間違いなく自分の力で振りほどけるんだけど、まあ、ちょっと、チェイスしながら椅子を壊す、まあ、スタイリッシュ庭師、ちょっと最近、自分の中で話題になってて、結構来てるんですよね、今。楽しい、シンプルに楽しい。これは流行るね、スタイリッシュに。よしは、あ、でもダメだ、今この世界に雲しかいねえんだ。終わったわ、流行なかった。いやでも
クモの眉包み、あれもあれで、まあ、80消費させられるから、あれやったらもうろくにね、あの、巣とか糸はけに回せなくなるんだよね。まあ、そう考えたら、ないな。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。